皆さんおはようございます。何人の人が見てくれてるんか分かれへんけど、ですね、この間の水漏れの件なんですけど、なんとかなんか何もなくなってきてるようなんですよね。カラカラなんですよ、このあのキッチンペーパーが。なので今日はこの冷蔵庫の中に何が入ってるのか公開していきたいと思います。では、冷蔵室です。じゃかじゃん。もう最強に何もないでしょう。一応ね、私今までね、あの食品庫っていうのがなかったんです。食品庫兼冷蔵庫っていう形にしてたんで、こういうあの乾物ゆかりとか、バジルとか粉のバジルとかシナモンとか胡椒とか砂糖とかこの中に入れてたんですね。みりんも入れてたんですけど、ゴキブリも来るこっちゃし、ほんでまああの食器類もゴキブリがうろつくんで、あのこの中に入れてました。だから食品庫兼食器棚みたいな感じになってるんですね。で娘がいてた時はそれでもまだあの食品庫っていう感じにはなってたんですけど、あの娘がもう結婚したんで、2018年の6月に結婚したんで、もうそれからはもうほとんど食べ物が入らないんで、食器も入れてたんですけど、やっぱしこれはダメだなと思って、まあ今また後で見せますが、そっちに変えました。でこれ野菜室何も入ってません。なんやったらちょっとこれあーちぎれた、くそ。はい、何にも入っておりません、野菜室。でも野菜も本当に生物の皮なくなりました。でこれが冷凍室ですけど、冷凍室も何も入ってません。ついこの間あの動画の頃にはあのだし汁たくさん作ってあの冷凍してたんですけども、それも使い切ったんで、今はもうここになるこれだけしかありません。今のところちょっと問題なのはこの養蚕あるマヨネーズをどうしようか悩んでます。冷蔵庫の中身は以上です。どうもご覧くださいましてありがとうございました。